出た、うわ、目が、ああ、ドロ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 。今じゃやれない。ちょっと待って、ちょっと待って。戻れ、プラクティス、プラクティス。いきなり、いきなりね、練習モードしか選べなかったんだけど、どういうこと？え？いきなり点数設定しかできないんだけど、え、なんか、ひょっとして、え、一人じゃやれない系？かも。あー、そういうこと？なんか一人用。あー、6人でやるとかそういうゲームなの？確実に一人じゃ絶対やれない。さすがファミコン。始まらないよ、始まらないよ。何これ。はい。ブブー。クイズ見えないよね。うん。DS 見て2画面じゃねえしな。そういうのあったっけ。あれ？いやいやいや、何の何が起こってるのか。これひょっとしてさ、なんか説明書の別の本読みながらやるとかそういうゲーム？うん、で丸かバツってどうやって決めんだよ。問題は最悪それでいいとして。そうね。あ、やっぱ今のなんか、え、え、あれ、なんか一回選べるのあった。参加人数1、コンピューター 5。 よし、やってみよう。どういうことだったのか。奇跡の動作チェックだったな。人には46個ある遺伝の上で大きな鼻働きを持つ。うん、うん、うん、ウィーナー、うん、ウィーナー、わ、出ろ。頑張る。終わり。終わった。終わった。これ 1問だから。わかったわかった。プラクティスじゃない、プレイヤーをまず選ぶ。これ押すんだ。で、うん、呪文。ああ、間違えた。こう、戻れないのちょっと問題だよな。いやいや、戻るなんてありえないですもん。プレイヤーで。不自然だなぁ。うん、親切だろ、それ言うな。で、俺と頑張るぞ。俺とお前とお前と俺。ただ、未だにどう答えるかまだ分かってないからね。漫画キテレツ大百科に出てくる体の大きいガキ大豚ゴリラ。え、違うよ。あれ、なんで横は豚ゴリラか。あ、ちょっと待って、多分ボタンがおかしいんじゃねえか。今俺選べなかったレバー。ああ。散々直し直しですね。そうだよな。え？それか、ボタンとか十字キーがそれぞれクイズに割り振られ、上下で選ぶやつじゃねえとか。筆を使って字を書くとき、紙が動かさない文鎮。うん。
動いてない、ね、選べない選べない、うん、ちょっと適当にやろう。あ、ね、A ボタンで選択ですね。ああ、オートリバースでしょ。わかったわかった。うまい。でポパイが食べてパワーアップするのはほうれん草。アスパラで何で選ぶの？話す、そこで話す。おお、ページ1、ダウト、ナポレオンはみんなどんな遊びの？遊びの。ん？トランプ。何やろ。もともとはトカゲの意味を持つ言葉で、恐竜のティラノサウルス。はい。あ、いいね。このままはいいね。なんか押しちゃいけないっていう、うん。みんながハッピーになれる東京ディズニーランドがあるのは千葉、浦安。東京鉄筋家族見ててよかった。浦安鉄筋家族か。以前、ラ・ムーというグループにいた菊池桃子。知ってんだ。すげえな。ラ・ムーというのは菊池桃子だよ。知らん。金賞の歌に出てくる。だから、うん、金賞の歌に出るから。ハンバーガーにも挟まっているピクルスはどんな野菜を？キュウリだよな。うん。これで違ったらちょっと俺泣いて。バレンタインデーにチョコをもらった男の子、ホワイトデーってことでしょ？うん。オレンジデー。オレンジデー。俺も腹減ってきたな。何食うの？人気のスニーカー、リーボックはもともとどこなの？リーボック、知らない。あれでしょ、ヘビの毒タイプのやつでしょ。あ、シャーボックですね。ルイス・キャロルの小説で不思議の国のアリス、あ、ジョディジョディ、これもう俺優勝できるな。ヒムロサイクの小説で、うん、アグネス・クララ、え？まあ1か2でしょうけどね。4つの色に加え、ドロー4ウノだね。あ、バカラ、水道管。水道管って面白そうなんだけど、うん、ダダ漏らし、うん、ゴルビーのパイプラインだ。くっちゃん、なんちゃんの2人が一緒に通っていたのは、ん？映画じゃないの？あ、なんか俺なんかアクトレス、なんか演劇家と、うん、NTT の職業別電話帳のことをイエローページっぽいな。あ、タウンページじゃないんだ。タウンページか。いやイエローページかも。世界の有名人の老人形で知られるマダム・タッソー館があるのは知らねえ。ロンドンじゃねえ。おお、すげえ。ヨーロッパなの確か。ロー人形に来てよ。なんだ、あいつ、うん、今の大統領、次の。トランプ？トランプの間に合わない、予想が外れて作り直してるっていう。ああ。ヒラリー作ってたっていう。ウイルスが引き起こす、ステンバーという病気にかかる。なんだっけ、響きに覚えがあるけど、ディステンバーって。スミレディステンバーラブやる。ファウンテンペン、万年筆。では、メカニカルペンといえば、シャーペン。筆ペン。意外と簡単なのが多いね。泳いでいるときに、突然、足のふくらはぎがつるのは小村帰り。泳いでるとき限定なの？ん？何？泳いでるとき限定？いや、泳いでるとき走ってる、歩いてるとき、うちもうちも、ね、俺よく寝てるときなの。木造の建物、奈良県だな、うん、あなんだ、法隆寺でいいの？針を無視する、使って、その銅板に傷をつけ、腐食させて作る版画のリトグラフ？知らん。あ、ちょ、外人みたいな名前のタレントで、アリサ・ミズキ。では、カレンといえば誰？そう。カレン？映画バットマンで
バットマン戦った悪人のボスの名はジョーカー。トランプ。あ、間に合わない。ロニーが間に合わない。ボクシングやプロレスで試合が始まるときにゴング。トラ。レフリー。レフリー。ザンジバル。ブラジャーの大きさ A、B、C などの後に続くカップな、しまった。そうね、もう F カップとかそっちばっか。日本のロケット打ち上げセンターがあるのは鹿児島、種子島ですね。うん、なんそれ。これなんで知ったんだっけ？なんかで見たんだよ。俺はハマンで見た。アリーナ。え、コロシアムじゃなくて。多分ね、音楽って言ったからさ、多分そうコロシアムじゃねえなと思って。へえ、コロシアムやと思って。アスロックやポセイドンはどんな乗り物か。なんだろう。ポセイドンだから空母でいいんじゃない？え。その後潜水艦かね。冬の有名な星座で明るい3つの星がよく見えるのは。何？それだけじゃまだいろいろ言えるからわかんない。ペンシル型、ハマキ型、 UFO だね、これ UFO か。 UFO か。あれよっと、あら、戦闘機。七夕の2つの星は、おお、何、ベガト、わからん、ワンダースワン。カラーです。日本のお金の単位は円。ではお隣韓国。うわ、おお、早っ。これ韓国人なんで多分4番。うん、いろいろ電流なんてやめといた。当時海の向きを分かるのフレミングの法則じゃない？フレミングでしょうね。ラブアジエ、アボガドロ。どうもアボガドロです。この前のサッカーワールドカップ この前開かれたのはイタリアでは、次のは、あ、この前ってギミアブレイク。この前って衝撃だな。宇宙にいる生物のことで、スピルバーグの映画のタイトル ET。 ギミアブレイクでね、といえばやっぱあのモグロ福蔵思い出すんだよな、バラオセールスも。ギミアブレイクでやってたんだ。そうそうそう、それが楽しみに見てたもん。16回番組でレース距離が260キロ。はい、どこよ。3万人のあモナコグランプリだね。おお、やっぱおお長いんだあれ。俺の知ってる唯一のスターのシュワルツネッガーは勝って、どんな競技の、え、ボディービルだよね。うーん、じゃあボディービルって競技あんのか。あ、あんのか。 あるんだ。リードボーカルが宇都宮隆といえば、あ、この人気色ビギンだよね。ビギンだな。で英語花が咲き。さあブームだな。いろいろ初めて新体操の日本チャンピオンになったのは何これ。女だ。川本ゆかり。お、なんか漢字があったから簡単な。バラドル森口博子のデビュー曲はなんていう。アニゼータガンダムだに、うん、ゼータガンダムって全部カタカナすぎ。いいね、いいね、味があるね。あ、 Z がないんだねこの絵。ないんだね。1972年、我が国で初めて東京オリンピックが開かれた。なんや、長野なんかな。ちきしょう。毎年4月、アメリカのオーガスタゴルフに開かれるゴルフの有名な大会は、うん、オーガスタじゃない、ま、マスターズ。あ、中東のイランやクウェートが面している湾。何やろ、若狭湾しか出てこない。羊から取るウールの生産、輸出量がオーストラリアじゃないの？ニュージーランドかな？いやー、さすがにオーストラリア。おい！終わり？
ウィーナー。ウィーナー。テンテキテンテンテンテキテン。エロ、エロ、エロ。これで5000円とか払ってるの。うん。クイズ本買った方がいいよね。そうね。5人、6人で遊べるのはいいかもしんないけど。6人集まってやることなかったらぜひね。おおおおおすげえ、はい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 、まさか頑張ろう。あったあったんだ、それは意外。選ぶんじゃないかな、ここに来てキャラを選ぶ、もしくは対戦相手かな。クイズ王がいるよ。ああ、本当だ。審判の石像、モアイでヒラリー、スタートだね。どこ？え？どこだっけ？ああ、ちょ、時間早い、選ぶのが。選べなかった。日曜大工などにもよく使われる木目がないのが特徴の南方。何これ、何やろ。やばい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 。サンタルチア、おーそれ見よう。おい、ちょ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 い、王はミスらないんだろうな。アメリカでテレビアカデミー賞と呼ばれる年間優秀グラミー賞、他がなんかね、エミー賞か。え、知らんかった。ちょっと、シェイクスピアの名作ロミオとジュリエットの舞台となった、どこ、知らん。ペルジャ。ああ。ああ。負けがつか。ああ。ちょっと待って、じゃあちょっとさ。うん。一本取りでやれいってことだろ？極論ね。もう一人でいいじゃん、なんか巻いても。俺一人でやれんだろ？ってことかな？ボックスで人気のカラオケ。さて、このオケ、オーケストラ、知らんかった。新井中がカラオケセット買って部屋に入んなかったみたいなのに。いいなぁ、矢を超全開で終わるんじゃない、一問だと。さすがに、でもいけるのか。よし、おいし、勝つぞ。3点差ついたの巻き、サドンデスみたいなもんか。一応その PK みたいなもんだね、多分。はい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 、交代制じゃないけど。俗に西洋で赤ちゃんを運ん、はい、おへえ、これ厳しいな。童話、醜いアヒルの子で、醜いアヒルは白鳥になるんだよね。あ、ガチョウじゃないんだ。あれ？え？昔から防虫剤として使われている小脳源。これはきついな。うーん、答えを教えないね。タキシードを着るときに腰に巻く幅の広い。うわあ、知らんわ。おお、本気出した。英語ではアダムズアップルと言われる。お、ちょ待って、これマジもう目押し勘で言う答えしかねえな。で終わりか。お、まだか。知らない。主題歌、星に願いをが。強い。お、まだ続く。ゴッドファーザーで。よし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 。おい。A ヘップバーンがミュージカル映画。じゃん。イタリアのゴルゴンゾラ、オランダのチーズだな。チーズだな。これどう決着なの？わかんないわかんない。意味わかんない。ラム酒は入ったシロップを。ミルフィー、エクレア、あ、
映画ニューシネマパラダイス、トトにしよう。おお、何なんやろな。今は、まあ、昔で始まる。え？インド。何やろ、今昔物語って言ってると思ったけど。いや、初のノーベル文学賞受賞者。文学の平和だからちゃうか。魚をさばくとき体にあんこ。多分吊るすってことなんじゃないか。お年寄りの原宿と巣鴨。あ、水かき地蔵、とげ抜き地蔵か。とげ抜きだ。おお。ブルドックやポインター。ん？ん？貧乏な人が乗るのは火の車、うま、口車。ああ、完全に読みだね。うん。ブリキのおもちゃが人気を集めていますが、あれ、鉛だっけ？ウクレレの弦は4本ですが、あ、いや、間違いないな。10問か。金魚はもとも、おい、さすが王、ミスらない。プロレス負けるか。うわーあー、もうちょっと気が良かった。くちばしがクロスしているところから、あ、トンビだ、トンビ。あ、トンビなんだ。ファミコン RPG ソフトでアドル、あ、いい人だね。ウィザードリア、ファイナルファンタジー、ドラクエがある中これが出たんだね。シェイクスピアの名作リア王で、リア王の娘、3人だっけ。さあ、よしよし。おお。魚のタラの数え方は1匹2匹ですが、食べ物のあれ、皿、腹、タラコとかでしょ。よしよし。腹なんだ。違いますよ。俗に、ああ、ちょっとボケてる、今。うん。王は見逃さない。おとぎ話、一寸法師の舞台に、どこ？おいおい。清水寺の舞台から落ちたつもりでと思って、イェーイ。ディズニーのアニメ映画、リトル・マーメイドでヒロインの人形はなんだっけな、アリエルだったっけな。よしよし。お、幽霊、土壌、カエルから連鎖。何？もう押すしかないんじゃない？押されてた。リーチが横切ったよ、これ。リーボーが意味で。さすが深夜。人の言葉に軽はずみに従う。なんだっけ、尻猫？シルマ、シルマに乗った、あ、カタカナにされたかわからなかった。日本の県で一番面積の広いのは北海道。あれ？日本の県だからね。ってことなんか、でも長野だと思うんだけど。あ、では小さいのはだったんだ。野草曲は。ああ。日本の県名でただ一つ、梨、山梨だろう。うわー、強い。これは無理だ。ズルしても無理だよね、これ。早すぎる。覚えしかないね、極論。強い。いやー、強かった。ちょっとバカにしすぎだね。うん、クイズ王にうちのこんなゲームって言ってたけど。意外と、クイズ王に挑戦が。いやー、今回ね、一問も協力できなかった。早いんだ、読む前にもう、うん、予測して選ぶしかないん。何もわかんねえんだもん。どういうことよ。